い、髪を切りました。ニューエー OJ751、今回ですね、ホビーゾーンに行ってきましてですね、4月の3日に発売されたウエハース、まあ5個買ってきました。ここにあるんです。それがこれだ、プリキュアカードウエハース5個。いやね、プリキュアハマってまして、フジモンみたいにね、フジモンさんもね、プリキュアすごい好きでハマってまして、これ5個買ってきた。で、弟で聞いたら1枚2枚じゃ推しのカード出ないぞ、だったらせめて5個は買っとけと、それかも絶対ワンボックス買えって言われたんですけど、ちょっとそこまでの余裕がないということで、今回はね5個買ってまいりました。まず1個のパッケージがキュアハッピー、キュアデリシャス、キュアスカイとキュアプリズム、4人。かわいいね。最近真白さんすごい僕好きで、スカイも確かにいいんですけどね。で次、こちら広がるスカイプリキュアのデザインってことで、全26種類ということで、ちょっとラインナップを説明すると、1がキュアスカイ、2がキュアプリズム、3がプリンセスエール、あ、エールちゃんですね、4がキュアプレシャス、5がキュアスパイシー、最近デリシャスパーティー見てるんですよ、6がキュアヤムヤム、7がキュアフィナーレ、8がコメコメとローズマリー、9がブラックペッパー、10がキュアハッピー SR、 11がキュアサディ、12がキュアピース、13がキュアバーチ、14がキュアビューティー、15の R がミスミナギサバンドメップル、16が R のユキシロホノカとメップル、17がキュアスカイとキュアブラック MR、18がキュアプリズムとキュアホワイト、19が広がるスカイプリキュア、20が SSR のデリシャスパーティープリキュア、21がスマイルプリキュア、22は SSR の2人はプリキュア、3がキュアハッピー、24がキュアピース、25がキュアブラック、26がキュアホワイトという流れです。僕が一番欲しいのはね、キュアスカイ&キュアブラックとキュアプリズム&キュアホワイト、これね、初代とのコラボカード、これが一番欲しいですね。あ、デリシャスでも全然いいです。では開けていきましょう。ちなみにデリシャスパーティーの推しはキュアヤムヤムです。さあ、一瓶何か出るかな。まあ今日なんかね、ドンブラザーズのファイナルライブツアーも名古屋でね行われてるし、あと秋葉原ではね、ユキリンのソロ公演が行われたんですけど、まああいにくちょっとお金あんまりそっちに回せないということで行きませんでした。じゃあ1枚目、まあ1枚目で出た後にウエハースをドン。お、これはキュアフィナーレ、あ、笠井天音ちゃん、あー来た、俺デリシャスの中で推しだねこれ、キュアフィナーレ推しです。実は、はい、かっこいいです。俺ちょっとウエハース食べていこうかな。いや5個だからね。しかもあのウエハースの味はイチゴですね。あーすごい、イチゴの香り、いただきます。ん、うまい。なんかイチゴのプリンを食べてる感じの、ちょっと優しいイチゴの香り。じゃあ2つ目、こっちのね、4人集合カード。いやー、狙いはカードですから。普通開封だったら横に切っていくんですけど、僕の場合ね、こうやって開けるという、まあいいや、こうやってよく切ってて。じゃあ、あ、見えました。じゃあいきます、せーの、ドン。おー、来た来た、デリシャスパーティー、俺推しじゃん。キュアヤムヤム、麺好き、これラーメンで働いてる女の子、キュアヤムヤム。待って、まあ、2枚ともデリシャスパーティーじゃん。ちょっと待ってくれ、天音さん、しかももうデリシャスの推し2体出ちゃったよ。はい、いやー、ちょっとコラボカード出ねえかな。3枚目いこうか。3枚目、コラボカードでも、いやー、本当にやっぱ出ないね。だから5枚書いてくるか。いきます、せーの、ドン。おお、キュアホワイト、ユキシロホノカさん、初代来ました、キュアホワイト。いやー、最強ですよ。はい、しかも研究家ですからね、キュアホワイト。どんどん参りましょう。残り2パック。いやー、本当にコラボカード出ないからな。コラボカード頼む。お前ね、もう見てますよ。ボン。あ、これも当たりだ。はい、これは SSR の多分、2人はプリキュアだと思う。うん、当たりですね、これは。これは当たり。これすげえ。じゃあラスト1枚。待ってよ、広がるスカイ、1枚も来てないぞ。広がるスカイ来てないぞ。広がるスカイマジ出ない。と最後ラスト。え、広がるスカイマジ来ない。せーの。おわー、キュアプレシャス。デリシャスマイル、
の子じゃん、なごみゆいちゃん。待って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 、まあ2人はプリキュア来てくれたのがまあ当たりですけども、まさかの3枚とも、まあ、デリシャスパーティー揃っちゃってます。いやちょっとやっぱりまたお金に終わったら買おうかな、これやば、推しが来ない。ということで今日はプリキュアウェアハウスを紹介しました。でみんなぜひ見つけたら買ってみてください。というわけでまた明日の動画でお会いしましょう。さよなら。デリシャス。